住友家は住友財閥の創業者一族。住友の姓は戦国の末、もともと先祖に準備平内ともさだという人物がおり、官武天皇の創孫高持王の22代目にその子、小太郎が父の姓と名を取って住友の姓を称して室町将軍に仕えて備中神に任じられたのに始まる。平家の末裔である戦国武士だった。 住友家の先祖は、国取物語の戦国時代を優位天変の歴史を生きる。室町将軍に仕えた、子祖、住友忠重の子、頼貞は、足利義春に仕え、頼貞の子、貞信は、行武将と称した。そして、貞信の子、定住は、今川義貞に仕えるが、定住の子、信貞の代になり、今川氏が滅んでしまったので、 津の中川清秀に仕え、入江戸様守ると称し、中川十六期の一人として知られたが、尾崎の陣で戦死してしまう。また入江戸様守の子、正俊は、越前国の柴田氏に仕え、若さ守ると称し、越前丸岡城にあったが、柴田勝家と共に、北の省城で滅んでしまった。正俊の子、尾さは、徳川家康の子で、有城家へ、養子入りした。 結城秀康に用いられるが、住友家の武家の歴史はここまでである。戦国の習いとはいえ、武家社会の攻防の激しさと無常を感じたのか、おさゆきは自分の子供たちに武家の世界から足を洗わせた。おさゆきの次男で兄の教表へに代わって家督を継いだ小次郎声優は天正年間に生まれ、ネフ州の海祖空原及び異商人に従って仏門に入り、 文殊院空前と称した。広志学達式で、ネハン州の後継者と見られていたが、寛永年間に、ネハン州が、天台州に吸収されたのを気にのに下り、現続はせず、いずれの州派にも属さぬ、因外者味、因外者門を称し、仏道を貫いた。落中に、書籍と医薬品半言単を商う、藤屋を開き、五王を、下級と称し修道三昧の生活を始めた。 これが、町人、住友屋の起こりである。声優は商売上の心得を、文樹院師遺書にまとめたが、これは、現在に至るまで、住友グループ各社の社税の原型となっている。住友家には、住友家の家祖と、住友家の事業の行祖の二人がいる。下級子と住友声優には、数数詰があり、息子の聖意には、藤屋の後を継がせ。 娘の婿養子に、曽我右衛門の長子李兵森友居を迎えた。曽我右衛門は、戦国の野暮を用いた、同志で、下級の姉婿にあたる。また、右衛門は、涅槃州の信徒で、空前の段下であり、後に空前が原続して、藤屋を開く際には、仏心両面でこれを助けた。これが、住友家と道との出会いであった。優位は、 千億住友やおこし水運に適した大阪へ、進出。以後は、大阪に居住し、代々道省を営んだ。誠意、優位は正しげから数えて旧世に当たる。住友家と聖堂とは、切っても切り離せないものがあるが、その端所となったのは、リエモンが、1591年、泉州境浦に来た、秋人の白水から、南蛮武器と称される祖堂から銀を分離する。 精錬法を学んだことに始まる。当時の日本では、素銅の中に金、銀などが含まれていることが知られておらず、また金や銀を分離する、その精錬技術も未知のものだった。リエモンは、秋人の白水から、その精錬方法を学ぶと、その技術を秘伝としていたが、この南蛮武器のおかげで、住友家は、素銅から銀を取り出して、膨大な利益を上げるようになった。 住友理兵森友井の孫にあたる吉左衛門友義の第2話1691年に伊予の別子銅山の開け彫りに着手。これが世界最大級の山道量を誇る鉱山に成長し、重要な輸出品として日本を支えることとなるとともに、約280年にもわたって住友の重要な事業の柱となった。今日の住友家の基礎。 住友財閥の出発点は、この住友友義が開発した別紙銅山によって、築き上げられたものであると言ってよく、事実、住友家の歴史の中では、この四世、吉左衛門友義をもって、住友や中高の祖としている。明治時代に入ってからは、文化事業にも関わり、十五代目、吉左衛門友とは、大阪府立中野島図書館の建物を寄贈。 その後十六代目、吉左衛門友成は、荒ぎ派の家人でもあり、斎藤も吉、川田淳とも交流があった。なお、住友屋当主が、吉左衛門を名乗るようになったのは、三代当主、住友友信からである。住友友居と住友財閥における住友屋、特に十五代目、吉左衛門友居と以降のそれは、君臨すれども統治せずの立場を取った。 財閥本社社長たる歴代吉左衛門の仕事は究極的には財閥の事実上の最高権力者である住友本社総理事の信任に尽きると言ってよく個々の事業に口を差し挟むことはなかった。また、16代目吉左衛門友成の兄弟である寛一元夫は住友本社の株主ではあったが本社はもちろん参加事業の役員にも名を連ねることは なかった。この点では、三井家や岩崎家と対照的と言える。この傾向は、実は、江戸時代から存在していたが、明治に入ってからは、会社法が整備され、他方で、旧区下特大寺家出身で、実業家としての経験がないとモイトが当主となり、一層顕著になった。ただし、三井財閥のように、財閥家族と財閥本社役員及び、 参加企業の間に一種の緊張関係があったわけではなかった。吉左衛門を課長様と呼んでいたことに象徴されるように、上は総理事から、下は一般社員までに至る吉左衛門に対する敬愛の念はすこぶる高く、歴代吉左衛門もまた、一方では文化事業を通じて住友の名を高め、他方では課長、財閥本社社長として、 企業モラルの引き締めの任に当たっていた。財閥家族の企業支配力を分散し、人的関係の切断が図られたのが財閥家族の指定であり、そして1947年11月に成立した財閥同族支配力排除法であった。持ち株会社整理委員会は、占領軍当局の指令を受けて、財閥家族の範囲を確定する基準を下記のように選択した。 以上の基準によって、1947年2月、住友家では、以下の人が、財閥家族に指定された。ここでは、明治に入ってからの住友家とその親族、隕石関係について述べる。明治に入って、住友事業は12代目吉左衛門友親と、その子13代目吉左衛門友忠の下で営まれていたが、1890年に、 友親友忠が相次いで亡くなり、男系相続者が途絶してしまう悲運に見舞われる。この時、住友屋総理人、広瀬斎平と大阪本店支配人、伊庭定号は、友親の妻、特に十四代目吉左衛門を襲名させる一方、友忠の妹、万、ま、獣の婿養子として、聖画家の特大寺高丸を迎え、住友家の名脈をつないだ。これが十五代目。 吉左衛門智糸で、徳大寺左熱寝、西恩寺金持ちの実定である。実はこの聖画家の徳大寺家は、江戸時代に、東山天皇の後院が、養子に入っており、十五代目、吉左衛門智糸をもって、住友男爵家は、男系でたどれば、近世の天皇の後院系に入れ替わった。住友友糸は、友親の長女、万、ま、獣との間に四男一女を設けたが、 長男の寛一は、経営に興味を示さず、芸術方面に傾倒したために廃着となり、次男の厚氏が十六代目、吉左衛門友成として、住友家を継いだ。友成は、元東宮職御用係の西恩寺八郎の次女、春子と結婚した。夫妻は二女を設け、長女久美子は、公爵、佐々木幸忠の長男行尾に嫁いでいる。幸忠は1942年に、 高典高級所長、国学院大学長に挙げられ、さらに国史編集院員総裁を経て、1946年に東京大神宮宮寺、1951年には伊勢神宮大宮市に就任した国史の大家。なお、雪忠の祖父高行は、数密古問館で民宮のご教養主任だった。次女広子は、昭和電工元社長、安西正夫の次男直おに嫁いだ。 直行の兄高ゆは、元日清製粉社長、正田秀三郎の次女恵美子と結婚した。正田の長女が上皇后美智子であるので、住友家は安西や正田家を通じて、皇室と隕石関係にある。直行の妹講子をめとったのが、住友銀行相談役、堀田翔蔵の長男健介であるから、住友や評議委員会の前委員長の堀田翔蔵は、 住友家の相談役、総理自覚から、住友家と刑罰でつながった。なお、西恩寺八郎の三男、西恩寺藤雄は、相川義介の長女をめとり、日産コンツェルン参加の日産工業社長についている。元参議院議員の西恩寺光一は、八郎の長男であり、春子や藤雄の長兄に当たる。住友友なりの姉の子は、旧未部藩三万国の藩主。 トリ鳥居忠踏死者区三男、タダテルを、無婿養子に迎えており、住友タダテルと改名した。弟の住友元王は、やはり旧オバマ藩十万四千国の藩主、堺忠勝伯爵の七女、年江子をめとっている。年江子の佐川根、か子は、旧高松藩主の末裔で、旧伯爵の松平より明にとついでいる。また年江子のおじし、西子は、 三菱財閥の創業者、岩崎八太郎の孫、聖一郎に嫁ぎ、聖一郎、聖子夫妻の長女、百合子は、地球科学者で、理学博士の陳西清高に嫁いでいる。また、陳西と、同じく地球科学者で、理学博士の岩崎康氏へは、岩崎聖一郎、聖子夫妻の長男で、百合子の兄にあたる。 友成の兄の住友寛一は、1896年5月23日、生まれ、前述の通り若くして海外に傾倒したため、拝着され、囲碁画家、美術品収集家として過ごし、岸田流生とも交流を持った。千億博古岳所蔵の中国書画のほとんどは、寛一のコレクションである。また、鎌倉市の景観重要建築物、 村上邸の茶室は、鎌倉にあった寒一邸から移築したものである。水中は宗光の娘との間に四男二女を設けた。長男の住友務は、元住友ビジネスコンサルティングと、住友オーストラリア開発の会長を歴任した。住友務の長男親の妻陽子は、東総産業社長、岩瀬徳郎の次女。岩瀬徳郎の父徳三郎は、元東洋。 宗田工業社長である。岩瀬徳郎の長女は、吉高万醤油一族である十一代、茂木七左衛門の養子健三郎にとついでいる。また、住友勤の妹風美子は、元三和石鹸社長の三輪の吉尾にとついでいるが、吉尾の妹の里子は、元吉高万醤油十代社長、茂木佐平次にとついでいるので、当主吉左衛門の兄、住友寛一一族は、 モテギ一族と二重結合の刑罰関係にある。住友つとむの弟勝ちは、元関東電工会長の浅野八郎の娘、桃江をめとっている。浅野八郎は、浅野財閥二代目、総帥浅野総一郎の三男である。二代目、総一郎の妻千代子は、自由民権運動の政治家、板垣大輔の娘である。当主の弟の住友元尾は、 1912年1月1日生まれ、1936年に兄弟の物理学科を卒業、1946年に住友金属工業に入る、成功所技術部研究課長、技術部長、同所長、友成代理券研,研究部長、中央技術研究所副所長を経て、1962年11月取締役、中央技術研究所長となり、 常務を経て、1970年11月専務に就任、1972年11月に相談役、住友精密工業会長となった。住友元の長男、住友義雄も、阪大大学院基礎、工学研究科博士課程卒業の工学博士で、あるが、叔父の当主、住友基左財門に着難がいないため、当主基左財門の養子師となっている。このように、 住友家は、先代と二代続いて、旧家族と密接な刑罰関係を結んでいる。旧家族とのつながりといえば、当主吉左衛門の兄、寛一の子孫のほか、四男徹が迎えた、妻孝子も旧公爵、高塚晋介の娘である。高塚佐家は、苦行の中でも、最高の家柄である石家であり、特大寺家や西園寺家とは、代々深いつながりを持っている。 例えば、先々代の住友友糸や西恩寺金持公爵、そして元自重町の徳大寺佐熱根公爵などの父親である徳大寺金井とは、もともと高塚酒から徳大寺家へ養子入りした人である。さらに徳大寺佐熱根の長女純子は、高塚信介の父である高塚佐広志通りへと継ぐ、というように高塚酒と徳大寺家は、 網の目のような連綿とした、小市のつながりがある。このように、旧家族、しかも価格が最上位の設計、聖画家の家系と密接な刑罰関係にある、住友家の家系であるが、住友家が、旧財閥の西の横綱であるとしたらば、東の横綱、三井家との幾重にも重なり合ったつながりがある。住友ともいとの妻まんじゅうの妹ならひかりは、三井十一家の一つ、 三井長坂町家の八代目当主、元三井物産社長、三井高隊に嫁いでいる。奈良光の嫁入りの時は、大阪から東京まで、七代の貨車を借り切って、婚礼衣装を送ったという。しかも三井高隊の長男、高圧氏は、三井僧侶家であるホッケ十代の三井八郎衛門の四女、三井玲子を妻にしているので、住友家と三井家の刑罰のつながりは、 単に一族と一族との結合ではなく、本家と僧侶家が直接に結びついた本格的な、ものである。三井家との結びつきこればかりではない。先代、吉左衛門智井との実刑、徳大寺佐根公爵の三女茂子は、三井、室町家の三井公十に嫁いでおり、さらに佐根の三男で分家した、九段爵、徳大寺時丸の長女鶴子、つまり佐根の孫娘が、 やはり三井、新町家の三井孝誠に嫁いでいるので、住友と三井両本家は、よえ、五重の刑罰関係に、ある。また当主吉左衛門の姉婿、忠てるの兄の旧死者鳥居忠和も、三井、南家、八代八郎次郎の長女広子をめとっている。この苦行を中心とした、旧家族と三井総領家である、北家、長坂町や室町家、南家、 新町家と実に、三井十一家のうち、僧侶家を含む三井の五家との刑罰の広がりがある。例年4月25日に、五山の送り日が行われる京都東山の麓、もと、獅子型にの住友屋別邸だった、有吉園で開かれる、指導祭に、住友直系グループの社長や会長、相談役といった面々が集合する。約3000坪を超える園内の一ぐにある、 吉泉堂と名付けられた小さな祠がある。これは1940年、日本紀元2600年の祝典が行われた年であったが、また住友では別種銅山の開港250年にあたる年で、歴代の住友野党主や旧住友本社幹部仏こ社の礼を祀るため、長谷部栄吉の設計によって天がなじ仏堂として建立された。 指導祭に参列を許されるのは、住友会ゆかりの者と、住友直系グループの社長会、白水会のメンバーと、白水会卒業生だけに限定されている。つまり、指導祭は、住友や当主と、住友直系企業グループの社長や会長、相談役らの最高経営責任者が、年に一度、ぶっこ者慰霊祭のために、一堂に会する日である。なお、 4月25日は、行祖、ソマリエ門の命日である。また指導祭の漢字は、白水会、メンバー企業の持ち回りとなっている。旧住友会館、港区六本木旧住友会館、戦木白古建文館、港区六本木。ありがとうございます。